俺が敵の気をそらす。突入する。手裏剣が使える。音を立てるぞ。今のは手裏剣術。用事隠れの術。音を立てるな。手裏剣を突く。せいせいせい。風を切る。静かにしろ。音を立てる。カモフラージュにならないぞ。出てこい。刃が血を欲しがっている。俺が敵の気をそらす。あれは何だ。刀を使うか。誰もいないな。水のように動け。背に入れた。手裏剣が使える。いや、狙いは外さない。突入する。いただくぞ。水のように動け。静かに。罠か。面白い。動かないで。あんた何者？一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから、私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが、まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。音を立てるな。油断するな。時間がもったいないぞ。罠さん、起きてね。さしあし。今ならどこだ。嫌なサプライズでしょ。手を貸そうか。大丈夫だよ。百姓。ありがとう。鳥の声。どれだ。抜き足。うまくいったわ。他の者に知らせろ。聖剣術。堂々と戦え。いいか、水のように撃破攻撃だ。隠れても無駄だ。茂みに隠れているのか。突入する。やべの中を張ってるのか。馬車はまだ突っかえてるのか。静かに。奴らを見かけたか。奴ら本当に敵を見たのかよ。俺は騙されんぞ。追跡は得意じゃないのに。
誰もいないな。持ち場に戻れ。突入する。よし、行くぞ。手際はいいんだね。まあ、大人だからな。こそこ。し、静かにね。なぜこんなに時間がかかるのだ。我ながら上出来。鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。蛇みたいに巻いてるわ。馬車はまだ使えてるのか。客照明、素敵なメロディー。そうだな。幼児隠れの術。遅すぎる。メロディー、行くわよ。そう、静かにね。暗闇に楽しいわね。分かっている。時間がもったいないぞ。静かにして、私にもらってほしいって。キツネが狩り中よ。今行くわ。進捗は？ないぜ。ネズミの歯。シルケンを使おう。君主様はお気に召さないぞ。俺が敵の気をそらす。手裏剣術。音を立てるな。手裏剣が使える。風を切る。攻撃されてるよ。私にも一つ。絶対にダメだ。どうして？見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。水のように動け。あれはなんだ。殺されてる。ちゃんと動く。敵はまだいるかもしれない。なんかカモフラージュにならないぞ。雲の巣に足を踏み入った。そこのお前。ここまで届かねえ。まだ終わらんのか。君主様はお気に召さないぞ。
んと動くわね。しずく。雲の巣に足を踏み入れるってね。音を立てるな。どんどん飲めよ。手裏剣を使おう。閉め。剣が使える。風を切る。準備しろ。剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？飲めよ。アホの牛め。小刀さん。起きてよ。そう。隠れても無駄だ。静かに。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。今行くわ。今ならどこだ。闇の中を張ってるのか。止まれ。やめて。ネズミの…さっと…難しすぎる…ごめんね…我ながら…超敵…こんなのを置いたのは誰だ。嫌な侍ね…壁に隠れているのか。あそこまで届かれるぞ。茂みに隠れてるのか。見つけたら情けは無用だ。何もないぞ。何を探せばいい。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。俺が敵の気をそらす。おい前闇に隠れているのか。隠れても突入する。音を立てるな。水のように動け。ついてないぜ。静かに。手裏剣術。突入する。手裏剣が使える。なぜこんなに時間がかかる。素敵なメロディ。狐が狩り中よ。静かにして。怠けた百姓め。手裏剣を使おう。バッチリなのよ。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして。もらうわ、そう、静かに。気に召さないぞ。静かに。水のように動け。音を立つ。便利だ。水のように動け。突入する。直は静かに。口にしろよ。ついてないぜ。音を立てるぞ。水のように動け。どんどん飲めよ、アホの牛め。行事隠れの術。油
断するな。あの音は妙な音だな。突入する。音を立てるな。教えろよ。進捗は。時間がもったいないぞ。行くわ。遅すぎる。できるわよ。我ながら上出来。ワナさん、起きてね。崖を見張れ。負けた百勝目。嫌なサプライズでしょ。鳥の声。簡単ね。今ならどうだ。ネズミの。時間がもったいない。うまくいったわ。私にもらってほしいって。抜き足。見張ってろよ。ゆっくりゆっくりと。ふっ。静かに。ナイス。誰もこの庭舎に触れさせちゃならねえ。殺しちゃダメよ。小刀さん。まだ終わらんのか。起きてよ。集中しろよ。すごく鋭いわ。アホの牛め。しっかり。私はまだ突っかえてるのか。教えろよ。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。君主様、道があったと思うけど、どこだ。水のように動け。剣術。音を立てるな。何か考えつかないと。静かに。突入する。遅すぎる。崖を見張れ。締め。どこに行ったんだ。手裏剣が使える。時間がもったいないぞ。刃が血を欲しがっている。一人目完了。個人的な恨みはない。音を水のように動け。音を立てるな。静かに。体術。音を立てるな。水のように動け。ついてないぜ。静かに。音を立てるな。進捗は？どんどん飲めよ、アホの牛め。
車はまだ使え。こっちにはもっと荷馬車。な、怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。百姓め、水のように動け。はっ。なぜこの突入する。かかるのだ。静かに。水のように動け。君主、剣術。気に召さないぞ。個人的な恨みはない。突入する。音を立てるな。水のように動け。突入する。水のように動け。静かに。今ならどうだ。崖の上の大きな岩が見えるか。どんな石に見える。今のは聞こえたぞ。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。あら、終わらんのか。俺が使うような言葉ではないが、ま、原理は同じだ。手裏剣を使おう。いや、狙いは外さない。エフを呼べ。突入する。音を立てるぞ。崖の上の大きな岩が見えるか。どんな石に見える。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。なあ、俺が使うような言葉ではないが、ま、原理は同じだ。今のは何だ。出るな。うわ、君主様は近道があるよ。狐が狩り中よ。こそこそと。ゆっくりと。蛇みたいに巻いてるわ。メロディー、行くわよ。俺の仕事だ。たはため完了。簡単ね。もらうわ。今行くわ。突入する。水のように動け。そこには行けない。手裏剣を使おう。行事隠れの術。手裏剣が使える。狙いは外さない。ちょうだい。音を立てるな。静かに。
だ終わらないぜ。道はまっすぐとは限らない。教えろよ。道がないぞ。突入する。水のように動け。居場所はまだ突っかえてるのか。静かに。突入する。君主様はお気に召さないぞ。差し足。静かに。はっ、時間がかかるのだ。ついてないぜ。静かにして。抜き足。はっ、楽しいわね。まだ終わらんのか。ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。だけ。バッチリな罠ね。教えろよ。音を立てるな。水のように動け。私にもらってほしいって。百姓め。進捗は？狐が狩り中よ。静かに。素敵なメロディー。だけ。ワナさん、起きてね。どうだ。鳥の声。嫌なサプライズでしょ。今の聞こえたぞ。よく言ったわ。誰もいらないんでしょ。我ながら超出来。抜き足。ついてないぜ。だけ。はい。突入する。
あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。えい、自由になりたがってるよ。ならば、留め具を破壊するべきだ。3人目、完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だ。なんでもない。あと一人。目さないぞ。時間がもったいないぞ。静かに。逃げられないぞ。応戦中。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば留め具を破壊するべきだ。3人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だ。なんでもない。あと一人。あそこの荷馬車が見えるか。大砲が乗ってるやつだ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば留め具を破壊するべきだ。3人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。手裏剣を使おう。4人目完了。誰かいるのか。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰。すぐに分かる。音を立てるな。応戦中。これは何だ。何か聞こえたぞ。ありえない。戦中。なんだ。簡単ね。今のはなんだ。な。ふん。ちゃんと動くと。すぎる。メロディー。行くわよ。楽しいわね。次は象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰。すぐにわかる。
音を立てるな。時間がもったいないぞ。俺が敵の気をそらす。突入する。静かにして。こそこそと。飲んで飲めよ。魔法の締め。何故奴らは僧侶と行動を？旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。行事隠れの術。音を立てるぞ。今の音は？突入する。どのくらいかかるんだ。この場所はおっかねえよ。静かに。地隠れの術。楽しいわね。しー、静かにね。
ている。巻いてるわ。鳥の声。ほら、聞こえたぞ。バッチリだね。逃げ身なんか構えられ。小刀さんはお休み。ワナさん、起きてね。静かにして。雲の巣に足を踏み入れるってね。何を見ている？バッチリな罠ね。ついてないぜ。私に…キツネが狩り中よ。正面簡単ね。ネズミの見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。どんどん飲めよ、アホの牛め。静かにね。君主様はお気に召さないぞ。
我ながら上出来。ついてないぜ。鋭いわ。楽しいわね。このバターおっかねえよ。抜き足。今行くわ。小刀さん、起きてよ。かなり時間が経ってるぞ。さあ、しや。禁止だ。茂みなんか消えたミラージにならないぞ。示さないぞ。逃げようとしても無駄。俺が敵の気をそらす。音を立てな。今のは水のように動け。突入する。手裏剣を使おう。かなり時間が経ってるぞ。いや、風を切る。突入する。いただくぞ。音を立てるな。静かに。水のように動け。
立てるな。突入する。頭を下げている。はい、先生。全体進め。上様のために。抵抗もほとんどなく二馬車を抑えた。相変わらず切れる腕前だな。正直に申すと、ちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが、才能は確かだ。それか、俺が不注意になっておるのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって、ハヤト殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す、少女よ。ユキです、お侍様。いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。ハヤト先生のお友達ですか。そうだと思いたい。やつはそうは思っておらんかもしれぬがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか。ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。隼人殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです。私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。